はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲーノです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は戦績です。旧陸軍の近衛第三師団第8連隊が構築した速射砲陣地に潜ってみました。近衛第三師団は大戦末期に連合軍の本土上陸に備えて編成され、九十九の防衛任務に投入されました。何しろ九十九里は想定される連合軍上陸地点の大本命です。故にエリートと言われた近衛師団の名を冠した部隊が投入されたんでしょうかね。ここは旧鳴門町、現在の山武市で、近くに近衛第三師団の本部もあったはずです。ということで、ここから先は現地での独り言です。その前に、まずあそこちっこいのが空いてます。まあ、ここはどうなんでしょうね。いわゆる祠っていうべきなのか。まあ、きっと大したことないです。というか、ので、まあ、これはとりあえずありましたよということでね。ここからが本番です。でね、まあちなみにこう、ドヤ顔してるような感じで説明してますけどね、全部教えてもらった知識です。ちなみにここの地下壕を発見した方は、自称戦績ガチじゃない、自称遊び人だというふうにね、断固本人主張している、マヤさんという方ですね。まあ彼がね、ここら辺の山をね、一人で、まあ片っ端から全部山狩りしてる最中に、まあ、見つけたという物件です。よいしょ。ということで早速入道したいと思います。よいしょ。入道って違うかな。よいしょ。なんか洞窟は入道だけど、これは地下壕だから入壕かもしれないですね。でまあそれはどうでもいいんだけど、なんか物置らしきものは、物置台というか、なんていうか棚みたいなものがありますね。こっちはどうだろう、明かりなのかな。で、この作りこう見てもらうと、なんとなくわかるような気がするんですけど、これ、ここはおそらく本当は、重室もしくは放室、まあ重室でしょうね。じゃないかと思われます、この作りはね。で、そこ正面に銃眼があったんでしょうね。その人は、銃座もあったかもしれない。だけどまあそこら辺結局崩れちゃったんでしょう。崩れちゃったのか崩したのか分かんないけど、この見立てももちろん僕じゃないです。はい、マヤさんがしてくれたんですけどね。よいしょ。じゃあちょっともうちょっと奥まで行ってみましょうね。あ、なんかいっぱいいますね。僕の動画では全部ノーカットです。はい。冬場はね、特にね、なんかこう固まってますよね。で、これあれですね、あれなんだ、爆風よけですね。つまり入り口がこっち側にあったというふうなわけですよ。でも結構ここ見ると幅は広いですよね。でもなんか、やっぱ天井にいっぱいぶら下がってますね。コウモリさんやらゲジさんやら。コウモリさんはね、おとなしくしてれば、そのまま刺激しないように行けるところまで、あんまり行きたくないな、でもな。よいしょ。ということでね、行きたくないというのはね、結局ね、行っても無駄なんですね。ああいうふうに、埋め戻しだと思うんですけどね、もう完全に塞がってます。という感じで、以上でもうここは、はい、全部来ちゃいました。よいしょ。もう一回戻ってね。そうこれ爆風よけがあって、左に曲がって、これ弾薬庫なんでしょうね。さて、よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、出てきました。ここはね、鳴門と東金を結ぶ幹線に近いんですよ。まあ、ここに設置されたっていうのは納得な感じですよね。埋め戻しをした後、どこら辺なんだろう。あそこに先ほどのね、入り口、放出、重室と思われるね、入った入り口がありましたよね。まあ、だからここら辺だとは思うんですけどね。これなんか怪しいよね。
ここかな。これ以上こんなに奥まで行ってなかったと思いますね。やっぱりここかな。この屋ですね。まあでも掘ってもしょうがないっていうか、わざと埋め戻したんだと思うんでね、あまり余計なことはしない方がいいと思いますんで、これで満足して、終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。